やはり、2001年にオープンした仙台メディアテイクでしょうね。なぜかというと、まあ、これは仙台市の中心にあって、図書館中心にして、あとギャラリースペース、それからオーディオビジュアルのセンター、バリアフリーのための施設、さまざまな施設が複合されたものなんですけれども、本当に私としては、皆さんに喜んでいただける施設ができたという意味で印象深いです。大きな意味ではですね、自然のイメージ、例えば森の中とか、あるいは水ですね。つまり僕は自然と建築とが一体になるっていうのが僕にとっての理想なんですね。難しい質問ですね。建築はやはり、アートと違って、そこに人がいつもいる、そして、そこで、いろんな活動をするわけですよね。ですから、その建築はそこにいる人たちがまず居心地が良くなくてはいけない。昨年のプリツカー賞の、受賞理由というのがありまして、それを見てますと、私の建築はいつも、建築を変えていこうという、改革の精神があると、それでありながら一方で、非常にこう、完成度が高いといいますか、居心地のいい建築を作っているという、その両方を満たしているという受賞理由だったんですね。つまりそれは省エネルギーとかサステイナビリティといったことが、もうこれは世界中の地球上の、大きな問題になってきています。いかに資源を大切にするか、そして、地球環境を美しく保つことができるか、これはもう絶対的なテーマですから、それに向かって建築やデザインが、何を成し得るのか、まだこれはさまざまな可能性を持ってますけれども、そのようなテーマの下で動いていくということだけは確実に言えると思いますね。その二次世紀的な建築は、西欧から輸入されてきた、アジアに対して輸入してきた建築が主流でした。でも私はもっとアジアのその省エネルギーの考え方はもっと違うんじゃないか、つまり21世紀はアジアからむしろ西欧に向かって発信していけるような、そういう建築を考える時代になってきていると思いますし、私自身もそれをどうやって、そのもっと自然に対して建築が開いていけるかということが今最大のテーマですね。ハウスビジョンはやはりこれから住宅はどうなっていくんだろう、21世紀のライフスタイルに合わせた住宅のモデルを考える。これも具体的に言いますと、現在、中と外がはっきり分かれている、その境界をもっと緩めて、その半屋外的な空間を、もっと増やしてはどうか、そういうそのさまざまな生活の楽しみ方をその半屋外空間ですることが可能になるんじゃないか、そういう提案ですね。リクシルさんとぜひやってみたいと僕の方からお願いをしたんですね。これはリクシルさんがそのハウスメーカーではなくて、
さまざまな可能性を持った、住宅関連のそのエレメントを作っている。そしてまたその中に非常に工業的なものから自然素材を利用したものまで、非常に多岐にわたってるんですね。で、その可能性が大変僕にとっては魅力的だったわけですね。そうですね。やはり僕が考えているもっと自然に開いた生活、それを実現していくために、陸水さんの技術がものすごく僕は重要だと思ってるんです。そしてまた、その LIXIL という企業は、その最近、トーステムとか Linux とか、いくつかの企業がこう合併してできたわけですね。ですから、言ってみれば、こう異文化交流みたいな、それぞれこう違った歴史を持ってきた企業がこう一つになってこれから先へ向かっていく。これ生活に関連した、ほとんど全てと言ってもいいような商品を扱っておられるということですね。そしてまた、それらが非常に工業的なものから自然に近づいたもの、この両方を持っておられるっていうのがすごく面白いところで、これらさまざまな多少考え方の違うものがこう揃っている。その中で、自分が何かを発見して、あるいはこれとこれを組み合わせたらいうような提案をされて、それを LIXIL さんとの対話の中で何かを生み出していくということですね。